はい、皆さんこんにちは、あちでございます。この度は本当すみませんでした。前の動画、パートですね、48と9かな、途中で切れちゃいました。あと申し訳ありません。でですね、今回から、ちょっと環境変えまして、今まで使ってた環境は、まあ、88と同じ環境を使ってたんですよ。88の録画とね、同じ環境を使ってたんですけど、どうもやっぱ信長の方が解像度が大きいのかな。あとまあ、やっぱり負荷がすごいんでしょうね。もううちの PC も限界のようです。なので、警告は出てたんですけどもね。うん、負荷が高いと。出てたんですが、まあですから、今回から環境を変えまして、ユーロトラックで使ってる手法で、やってみたいと思います。なのでちょっとね、時間がね、15分って、このツールはいつも時間が見えないツールなので、今タイマーで測ってるんですけど、私多分喋り出したら忘れると思うんでちょっとね、時間がね、どれぐらいになるのかわかんないんで、まあだいたい15分ぐらいで、やりたいとは思ってるんですが、ただね、解像度はこっちの方がはるかにいいんで、ひょっとすると HD とか、結構な解像度で見れるかもしれません。まあ見たところでっていうかもわかんないですけどもね。今回申し訳ありませんでした。で、カットされてる部分を、今カットされてる部分とだいぶ違うと思うんで、いきさつ説明したいと思います。まず最初にカットされた部分は、おそらく、日の出城、日の出城または大村城を攻めてる最中に一時停止したんですけども、どうもそこで、アプリがハングアップしたみたいで、そこまでは撮れてたと思うんです。で、まあ、その後、私が、龍蔵寺さんのとこ行ってると、途中で、この、大友さんが怒っちゃったんですよね。あんたのとこ行くぞと。まあ、そこはちゃんと撮れてるかもしれないですけど、こちらのね、人吉城の方に攻めてきまして。で、まあ、私、なんとかしのぎまして、で次、大村城に行ったんですよね。で大村城に行ったら、また大友さん怒り出して、日の出城に兵出すぞみたいな、兵を出すぞってなって、でその後は私すぐ大村城落とせたん ですぐ騎乗させたら怒りが収まったようですといういきさつになっております。一番大事なとこなんだけどね、本当面白かったんだけど、合戦映ったって多分ないでしょう。ごめんなさい、中身はね、あんまり確認できてないんですけども、ちょっとドタバタしてまして、で、ドタバタした原因が、一、その、動画が切れた原因がドタバタした原因でして、ひょっとするとね、切れてる動画に入ってるかもしれないんですけど、多分入ってないんですよ。で、まあ、途中で私、鼻水とかね、この1週間で鼻水がって言って切った時はあったと思うんですけども、それは多分ちゃんと入ってると思うんですよ。で、その後ですね、その後切って、なぜ一時停止でおかしくなったのか、まあ関係ないんですけども、関連というか直接的な関連はないんですけども、神さんから電話がありまして、まあ、ちょっと、バイクで、転んじゃったと。で、ちょっと動けないっていうような話が入りまして、それで一時停止した後に多分ハングアップしてるんですよ。うん。で、その次の項目でそれ説明してたと思うんですけども、下手するとそこも吹っ飛んじゃってるんで、でですね、次の、まあ、一時停止は、息子がちょっと帰ってきたのかな。で、そう、あ、そうだ、神さんが帰ってきて、まあ、送ってもらいましてね、帰ってきまして、でちょっと息子と話してたので、それで止めちゃったのかな、うん、でその時にハングアップした可能性がまずあります。これが2本目のハングアップだったと思うんですけど、でその後ちょっとありまして神さんがですね、思ったより重症で救急車呼んで入院しちゃいましたで、まあ、昨日すごいドタバタしてまして、昨日というかね、その飛んだ時のこれで、ですから、まあ、全パートにも翌日になってます。で、まあちょっとね、もう、いやー、ちょっと遠方で、まあ言うと事故になったものですから、まあ帰ってきたんですよね。
まあ、仲間たちと一緒に行ってたみたいなので、仲間に連れられて帰ってきたみたいです。帰ってきましたね。で、ちょっと見てると、もう、結構重症で、歩けないので、もう、救急車呼びました。で、救急車呼んで病院連れてったらですね、あ、まあ、やっぱりもう歩けないので、入院になっちゃいました。それでドタバタしてまして。いや、これが動画が途中で切れた時には直接的な関係はないんですけども、まあまあ、ちょっと間接的に関係あるのかなということで、言い訳です。言い訳させていただいております。さあ、じゃあやっていきましょう。いやー、もうね、びっくりしちゃった。本当にさ、健康聞きましょう。東京は今何をなすべきかと。はい。次の目標とするべきは流動時計でしょう。現在敵型の兵力約3万に対し我が方の兵力は約8万でござると。そうなんですよね。でもね、今これね、味方おらず援軍呼ばれると。本拠の開発も未だ途上であれば、軍開発を命じてみてはいかがでしょうかということなんですけど、今こことここ落としに行きたいんです。それとあと、あ、もうこことここだね。とりあえず伊万里城と平戸城を落としたいんですが、まだ大友さん怒るんで、もうちょっと兵力貯めてからにしたいと思います。だからもう人吉城からは兵出せないですね。やっぱり大村城を攻めた時には人吉城に兵を置いたまま他の国で攻めに行ったんですけども、それでも大友さん怒っちゃったんで、いやー、で今の状況ですね。北条家すごいよね。21万で、三好家が14万、最大兵力ね。で、毛利家が12万もあります。で、織田と続いて、伊達、で、大友ですね。大友さん9万あります。で、我が方、島津家7万。あ、結構追いついてきました。9万2千から7万7千引くと、あと1万5千か。だいぶ縮まりましたね。で、この縮まったのを、ここで解消できるんじゃないのかなと思っております。で、そうしたら、大友なんとかできるんじゃないのかなと。実はこれ、一応言ってました。私、裏で、同じシナリオで同じやり方でやってるんですけども、裏のやり方と同じになってます。やっぱこうしないと無理だね。ちょっと耳側の戦いまでは待ってられないと思うので、まあそれが発生するかどうかもわかりませんし、ただ唯一、勝って、唯一というかね、勝ってるところがね、大友に対して勝ってるところは、先ほどもお見せしましたけども、人材の数です。もう、大友が27人しかいないんですよ。で、我々島津は62人もいますから、もう人材だけは負けてないので、これで押していければなと思っておりますね。なので、どん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 引っ張っていければ引っ張っていきたいなと思っております。あと途中でいろいろ風文があったんですけど、これも入ってないんですよね。まあまあ島津に関しての風文は全然ないんですけども、武田家で結構いろいろあったんで、まあ信玄さんがお亡くなりになって、今度かっちゃんで、かっちゃん、信玄さんお亡くなりになったっけ？あ、まだなってないわ。ごめんなさい。なってないですわ。信玄さんまだいるんで、信玄さん絡みの、五箇条とかが出てきました。じゃあ今回行ってみましょう。これどこ？あ、大友家。ジョーンさんになっちゃうんだね。義弘さんが。いや、この人なんとかしないといけないわ。吉弘、これ、マリって呼んでいいの？いや、違うな、シズ。シズ？これ、リっていうのは、トシって読めたかな？あー、わかんない。大友家重臣、吉弘。これは鏡、秋。わかんない。ごめんなさい。の次男で、主君、大友宗麟から、嘱望された優勝である。お呼びでございますか、殿。と。ああ、読まないね、これね。もう読みません。そなたに折り入って話がある。チコウヨレット。はっと。あら？LINE 入っちゃった。ごめんなさい。よいしょ。実はな、そなたに、鎮静の名門、高橋家の名跡を継いでもらおうと思ってな、と。高橋家を、それがしがでございますか、と。高橋家は九州北部において古代より続く宇治族だったが、あ、氏族か。当主、何？秋谷でいいのかな。大友家に反抗し家督を剥奪されていった。義弘家のそれがしが、これ義弘でいいのかな、高橋家を継ぐなど恐れ多いことにって、と。
なんだいねと、秋種とって、元は一万だけの出身じゃ、奴の裏切りによりこのまま高橋家を断絶させるのは忍びない。そなたには今後大友家を支える、中席となってもらわねばならぬ。いずれ義弘を継ぐ兄、貞って呼んでいいのかな、貞信と共に重臣の列に加わってほしい。それが我の願いよと。かしこまりました。そこまでのお考えとあれば辞退するわけには参りませぬ。かくして義弘、これさ、さだとしていいのかな、高橋家の名跡を継ぎ、名も、さだたねでいいのかなと改めた。一般には出家後の号で高橋常雲として知られる。あ、もう常雲さんっていうのが一番言いやすいからね。まあ鬼みたいな人ですわ。ですから前にも言いましたけど、私この人攻めてた時に、あのこの人の城を落とした瞬間に7000ぐらい兵が減ったって教えていただいたんですよ。で調べると、この人の城が落とされた時には9割方兵を削除されるみたいな、攻めた側がみたいな、チートみたいな能力があるみたいなんですけどね。もう本当光栄さんやめてほしいです。はい、というわけで、じゃあ次どうするのと。いや、もうしばらく内政ですよ。人吉城、人吉城は全部終わったね。いや、これ攻められて軍を取られちゃうと一から掌握し直しになっちゃうんだよね。というわけで、ただね、今お金が全然ないんです。お金がないのでもうできることがないんですよね。となるので、築防は足りてますよね。こんな感じになってます。で、うち、そう、今これだけ、これでもね、人材不足なんです。私のところ、人材不足なので、あ、足軽大将なってるか。ただ代わりの代官がいないんですよ。もう、あ、代わりの代官というか代わりの組頭がいないんですね。余ってる組頭がいないので、こっから地高を与えちゃうと私のところがすっからかんになっちゃうんで、それはちょっとまずいなということで、日の江城は日の江城じゃないわ、あ、大村城か。大村城はですね、ちょっと城主の方に兼任していただいてます。城主の方に兼任していただくと集落取っていけるんですけども、ただやっぱ部下がいないと能力が上がらないんですよね。有能な部下、無能な方つけてもね、能力は上がったりしないんですけども、ただスキルがついたりもしますんで、ですからなるべくできる限り部下はつけた方がいいと私は思うんですけどもね。で、今力こぶ余ってるんですけど、お金がないんで、もうちょっと投資しましょうか。私ね、でもどうもね、今回これをね、乱発してるんですけども、先週まではこれ乱発してるんですけども、どうなのっていう感じです。今乱発してこれ良かったのかなって、これお金使っちゃうんでね。だから最低でも200だったら私しようかなと。もう100だったらしないっていう、1000お金かけちゃうんでね。やってみせまする。まあ同じノリで極高もそうなのかなという感じで思ってますね。あと言ったかどうかわかんないですけど、私今この浄化施設もバカの一つ覚えみたいに商人町と灌漑水路ばっかりしてましたけど、まあ、商人町にするとお金が増えるんで、所得がね、収入が増えるんで、灌漑水路を増やすと石高が上がる、イコール兵が増えるっていう感じで思ってたんですけども、思ったより兵は増えません。まあ増えるんですけども、思ったより兵は増えないので、あくまで、まあ力こぶは増えるんですけども、兵は増えないので、兵を増やすなら連兵場です。こっちの方がはるかにいいです。私ね、これ見た時ね、効果、消えるんですね。効果1350とかって書いてるんで、たかが1350増えても仕方がないんじゃないとか思ってたんですけど、全然違いますね。全然違うというか、こんなに増えるのっていうぐらい増えちゃうんで、実際の感覚と私の思いが違ったんでね。あと米問屋ですね。これはもう必須です。このゲームね、米が全てと言ってもいいと思います、私。米がないと連戦できないので、連続して攻めたかったら、もう米問屋。で、兵を増やしたかったら、連兵場。だから、灌漑水路と、商人町。これはまあ、序盤ぐらいと、あと、時間があればね、そこにどっしり腰を落ち着けるんだったら、
まず灌漑水路を、ドカドカっと作って、米問屋はね、灌漑水路に影響、その極高に影響しますので、それで極高ガンガン増やして米問屋のレベル上げたら潰してという感じにした方がいいかもしれない。あと欲しいところはニラ詰め所、ニラ詰め所はあるところはね、こっちにあるのかな、なかったかな。あー、時間来ちゃった。あれすごいな、これ。マナーモードにしてるんですけど教えてくれるんですね、困ったな。この二段目所はね、腰病路を増やしてくれるんですけど、こちらは商業に依存しちゃいますので、商業を上げないとレベル上げれません。なので、商人町を置いてドカドカって上げてレベル上げるのもいいかもしれないですが、一つ目効果あるんです。一つ目効果でかいんですけどね、レベル1の時は効果がでかいんですけども、レベル2になっちゃうとちょっとそれほど効果は大きくないんで、どうしようかなっていうところですね。だからそんな感じで、ですから私いつもね、浄化施設これ内政にしてたんですけど、今見ていただいたら全部ですよ、浄化方針左上ね、新軍に切り替えました。まあ、こっち委任にしてるのは新軍も選べない上司です。まあ無能な上司ですね、レベルの低い上司です。そんな感じでみんな新軍に、あ、切り替えてない、あ、そっか、ここはもう一番バックヤードだから、もう新軍にしなくていいようにしたのか。ただですね、これ多分あったと思うんです、お父さん日清斎さんお亡くなりになっちゃいました。なので、あ、でも内政できないんですよね、この人内政できないんで。かというて、もう委任にしたところで、あ、商人町上げれるのか、あ、じゃあ委任にしとくべきだね。もう何しても良くないので、もう本当はね、もっと頭のいい人、政治の高い人つけて商人、内政に切り替えてもいいんですけど、今人材不足なんでね、まあこんな感じになっておりますので、まあね、このパート本当お詫びがメインなので。もう何もしてませんけど、まあそんな感じで、終わらせていただきたいと思います。本当今回は申し訳ありませんでした。今後はこちらのパターンでもう行こうと思いますので、解像度は多分上がると思います。でね、前の動画となる、でき、前の動画と編集して前の動画とくっつけていくような感じにしたかったんですけど、前の動画と解像度が違うのでくっつける自信がありませんでしたので、こんな形にさせていただきました。それではどうもありがとうございました。